あ、スタッバカやった。何をやってるんだ。あ、アクスターを当ててる。逃げちゃったね、あっちに。僕行っちゃった。そうなの。じゃあ、アルナさんとチャンチャンプルトルトル、だいたいデュオだよね。なぜかね。ね、なぜか一人回線をするからね。動画上がってんの、アルナさんだったの、多分、ほぼデュオじゃないか。3本ぐらい。そっちか。3本。あれ、3本もデュオ優勝したっけ？多分2本デュオ優勝してる。で、1本、普通にフルパで勝ってる。おう。こっち行っちゃった。うん、このなら楽しめたから一緒にやりたかったんだけど、あれ参加できるぞ。参加しない。ちょっと難しい。チャープ20とか30か。作敵任せるぞ。ちょっと行くか。オッケー。これ離れるときついからかな。待ってますわ。空いてるな、ここ。ちょっと行っても意味ないかもしれない。さっきの奴らがそっち行ってたから。もうちょっと当たる。見た、当たる。ピット行っても意味なさそうだな。ジップラインあるってさ、もうちょっと落としやすいといいよね。ちょっと上から。どこだ？どこだ？それこそピットか。行こうぜ。行こうぜ。行きましょう。ジップラインをつないだ。またこの組み合わせか。従業員が事務所でやってたら超面白いんだよな。ここだ、ここ、ここ、ここ入れるわ、ガンガン。あ、90入った。紫アーマー、90。いけるよ。バリバリ、バリアーマー割り。いける、いける。そうだ。こっちか、悪い悪い。いやー、無理。ごめん、ごめん、上にいた。悪いなぁ。ここ、上にいる。きついね。いや、申し訳ない。いやー、悪い。これ反対散ったからな。なんでもう一個テルミルも投げなくなったんだ今。本当だ、あるね。あ、てかアルマさん、そっち何人ですか？ゼロ。ああ、じゃあそっち行くわ。オッケー。待ってまーす。で、ちょっと社長止まってましょうか。オッケーでーす。ヘルメットや。いやこれ酔うな。いや100均でね、うん、何だったかな、ブルーライトカットのメガネを買ったわけですよ、最近。レンズの色がちょっとなんかね、なんていうんですかね、透明じゃない感じなんで、おお、半透明っぽい感じなんですよ、レンズが。ああ、なるほどね。だから、ちょっと酔うっていう。それでね、なるほど、なるほど。長時間やからちょっと酔うっていう。あとは慣れないとね。カットソフトですね。
まず、普通に目いいから、その欲目とか思ってるけど、レベルライズ高かったら、やめてダメなのかね。どうなんだろうね。まだ、まだ大丈夫じゃん、赤いから。いやー、赤いからって言ってるとな、目悪くなるんだよな。大丈夫、30超えてもまだ大丈夫だから。マジっすか。いや、でも目、ね、一つ、老眼早いって言うじゃないですか。おー、そうなんだ。それがね。マジか。目良くなくてよかった、マジ。いや、目いいんだよな、両目ってことなんだよな。同じ同じ。てか、外国でさ、哲夫さんはもう、あれだ、老眼が早い。外国でさ、あの、あれだ、外国の学校で、勉強してるのに、なんていうか、メガネかけてないのかと言われた。普通に授業を受けてると目が悪くなが、悪くなるのが当たり前らしいな。そうなの？うん。なんすか、外国って外国で勉強してるんですか？そうですけどね。留学してたんですか？そうだよ。どこにですか？アメリカだよ。すごいね。ね、なんか趣味が自分と違う。何？二人いっぺんに食べた。あ、普通によく言われることだ、なんか。言われたことねえな。航空基地行くのか。社長なんですか、頭いいって言ってるじゃないですか。頭いいと社長はね、また違うからさ。いやー、従業員と大切にしてるじゃないですか。てか、私も社長になりたいんだが、本当に。誰でもなれちゃうもん、今、社長なんて。誰でもなれちゃう。てかさ、ワンチャンさ、YouTube 活動をうまくやってたらさ、起業するチャンスも決めそうじゃね。誰かと絡んでさ。YouTube って実質社長みたいなもんだから。個人起業にしみたいなね。てか、あれだよな。クラウドファンディングでいろいろしたいと思ってるんだよね。みんなから意見を集めて。なるほど。クラウドファンディングね、やりたいんですけど。てかさ、ディスコードかどこかわかんないけどさ、ディスコードだか LINE だかわかんないけどさ、不登校の人の、不登校の人と、あとなんだろう、引きこもりの人のコミュニティとか作ろうと思うんだけどさ、そしたらさ、ひまわりくん代表で仮になってくれないかな。それは嬉しいことって言えるのかな。いや、言える言える。あの、そういう人たちでもお金稼げるように、そういう不登校の人たちを動員してバイトしよう。バイトじゃない、クラウドファンディングのお金集めて何か活動したりとかって考えてるから。そう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 。いや、もちろんクラウドファンディングはって言ってもクラウドファンディングだからお金、あ、お金の計算がネックになってくるんだよね。あの不登校とかの生徒を集めるっていうのは自分が代表なんですか？代表っていうか管理人グループの嵐とか誰がいるかとか、そういう、さすがに私が全部やってるあれだから、全国ね記憶力がなぁ、大丈夫かな、全員覚えられるから、全員覚えなくてもいいよ。40人だか100人だか50人だか、まあ、全国だから1000人くらいは欲しいけど、暗めに入れるわけではない。よかった。それ100人のクランってやばいでしょ。全員不登校とか気持ち悪いだろ。年齢層がそうすると余計若くなる。やばい、いた。ワンオンスリーなんだか。あ、やばい。一人倒したけど、三人目がいる。めっちゃ存在感ある。よっしゃ、二人撃破。助かったぜ、相棒。
いやーてかさ、有名人業者とかだとさ、うん、なんか雑談枠とかやっとるやないですか。うん、そんなコメントしてくれる人が見えてしまう。じゃあ、さばきということで、存在感が強いゲームで、普通の声はさ、暗闇でいいと思ったけど、なんで認めないんだろうか。何が？いや、声はさ、身内だけど暗めんじゃないよとか、コメントで書かんかん、意味わかんないんだよね。うん、どういうことやろ。暗めんじゃないよ。いや、暗めですよ。強制的に暗めになったです。ました。やばいな、疲れすぎてちょっと眠くなってきた。いや、つうか、おととい、なんかコメントめっちゃ来てたんですよ。なんか90件ぐらいコメントたまたまさ。そうですよ、今コメントしてくれてる鈴木光陽さんという方と、さっき一緒にやってた、あの、ヨウさんがいるんですけど、その二人がコメントで喋ってるっていう。ああ、なるほどね、そういうことね。自分へ向けてのコメントではないっていうね。まあ人気実況者さんの間だったらよくあることだよね。ああ、まあまあ人気の人たちの間は2人のチャットなんだよ、ね、よくある。生主が省かれるってどうなんだろう。てか生主ね、質問状になってるかな大概。なんかさ、質問とかさ、初見さんが全然来なくなるね。あとライフラインとしてドロップで出せるものといえば紫のバックパックくらいしかないな。やっぱライフラインやってるとキル率が高いんだが、私はなんだろう、キル率っていうかキルレね、なんか生き残るんだ。やっぱヘルストローなんだね。それか物資がいいのか、立ち回りが自然と変わってる。ライトアームとヘビアームがいる。分かった。攻撃的なキャラやるの。で、でもさっきさ、危うく3人とも倒すところだったけどね。すごいね。クラウラーで。やばいやばい。あれはなんだ。やばいやばい。なんかモニターに映ってるためにいや、それ傷つくからやめてくれ。サバーが初見で下げてきた。いや、やめてよ。プラウラーセレクトファイアないんだが、普通に。あ、確かにね。コヨさんはアスケッツ入らない。何時ぐらい入るの？あ、スクワッドダウン。エビアも分けてやろうかな。仕方ねえから。どれくらい分けよう。これくらい。バッツ、レンジパス。4人になった。セレクトファイアあるやん。シルバッテリーがめっちゃある。うひぇー、いただき。あー、ヘビアも取れや。取れってヘビアも。あ、でも夜少し入れるなら、その時にこういう探した時に正式アップするかね、名前配信しながら、配信しながら発表する感じいいのか。あ、で、それを後からクリック取っといて。なるほど。動画出すみたいな。でも、うちの配信来てくれるかな、誰か。いや、自分来ないから大丈夫ですよ。いいんですよ、やることに意味があるんですよ。来る来ないじゃなくて。そうか。やっぱちょっと今いいこと言ったな。感動した。取れる感動するか。やることに意味がある。悪くない。確かに。あ、マジで？
なるほどね。そういうことね。オンラインスイート使えてるってことか。やばい。シールドバッテリーが9個ある。どんどん被弾できる。どんどん被弾したい。そして消費したい。そして敵のタンク弾を亡き者にしたい。あ、来た。来た。うん、見える見える見える。それではまた持ちすぎなんだよな。てかまた勝ちそうなんだけど、また生き残ってるんですけど。しかもさっきさ同じ早めに配信始めてさ、優勝するまで終わりませんやりたいんだよね。いいかもね、本当に。いや、で、タイムリミット11時。戦おうぜ、戦わねえな。あ、そっちにもいるな。で、昼過ぎから始めて。いや、10時間って優勝できない。釣り来た？ねえ。あ、拳で君が騒がしいからね。なるほど。行った方がいいんじゃないの？マジ。間に合わねえ。間に合った。さすがライフラインだ。ノックダウン。ライフライン ライフライン強えな、マジ。アッサン部隊ヘビアモ。よし、ヘビアモどんどん来る。よし、オッケー。水バッテリーもういらねえんだかな。仲間キリリーダーか。確かにオーバーウォッチの時に騒がなかったの。オーバーウォッチ、そうそうそう、あの紅葉さんがね、オーバーウォッチの金バックパックやん。配信してた時にヒプラスだからできないんだよな。許可を取れ、許可を。てかヒプラスでさ、低評価20くらった伝説の放送見たいかも、もう一度。え、あのさ、20もくらったの、低評価。そう。え？いつ？ちょっと待って。戦闘で忙しい。爆弾ゲットしなかったわ。くそ。爆弾にだいぶ消耗させたんだよ。寄せられた。いやさ、歌動画とかもさ、出すの絶対お金かかるよね。ああ、機材買うのね。でも IC レコーダー案外安くあるぞ。そんなかかんない。やってかさ、ミックスの費用が。ミックス？だから君流行りの年ってるから流行りそうでいいよ。ミックスとかさ、絶対お金かかるからさ。開いた。落ちちゃった。明後日がただまた夜入るかな。ナイスだ。
配信っていうか、クラフあれだろ、どんどん。あいつマスティフィやな。見た感じ。配信よ。ツインハズしか。なんだボイスロイド。やっぱ強いわ。声変えるやつ。味方が普通に起こしてない。ボイスロイドか。ボイスロイドね。いや、コウヨさん別に地声でも売れると思うけど。言うて。ナイフだ。よし、じゃあ2連続優勝した。クラウダあれじゃん、クラさんみたいな3連5キル890ダメージか。てか、なんでヨウさん何も動画上げてないの。